はい、ここからは情報局ですね。はい、ちーちゃん参加していただきました。なんだっけ、クリエイターズハートバトンリレー、はいはいね、一応年内で一回休憩、うんうんうん、ね、するのよねと聞いておりますラジオでポカンってやめてくれる、うん、決めてるのはキリンさんだからそんなことを言うかそうなんです。あの、うん、一旦ね休憩してバージョンアップして、バージョンアップして整えてね、うん、そうですね、整えましょう。いい言葉ですね、整えて。いい言葉です整うね、うん、整うってサウナの時使うよね。ねえ、それよくわかんないんですけどね、整ったことないんで。整う、サウナ行きます？行くよ。だから好きなのかと思って。いや無理無理無理。あ、そう。やっぱ自分から発するのはいいけど、人から熱されるのは嫌かもしれないそうなの？わかんないけど、あっちもうう言ってる、あっちのひどい人もねえ、その考えすごい ね自分から発するのはいいけど誰かになんか熱せられるのは嫌だってサウナの熱する人になればいいじゃない、やる方の人。なんとかし、そう、何したっけ、ロウリュ、ロウリュ、あーねえ、うん、やっぱ熱いのは強いもんね、うん、日向にずっといられますもんね。だから自分から日向に行くのはいいわけでしょちょっと別にここ井戸端会議するつもりで集めてないそうです ね、はい、現状年内あと2ヶ月だよ、ね、うん、うわ、早い。今虹色便だって11月2日になっちゃったよやばくない。あと2ヶ月、あと2ヶ月ってことは来年の準備ですからね。そうですね、できてなかったことをやっとかないと来年になっちゃうよ、うん、来年になっちゃうよってね来年になっちゃうからね、何もしなくても来年になっちゃいますからね頑張りましょう、ちゃんとやろう、うんうん、ね、そういう意味で言ったら 何が足りてないですか、どこをどうしなければいけないですか。いや別に足りてないことじゃなくてこの自信さすがひウケるえ、どう？なんだろうね、なんか、え、みんなあんまり忙しすぎて、なんか目の前のことで精一杯です今。ダメじゃんそれじゃ長期計画がもう彼方に並んでいます。え、じゃあ例えばキリン様は？ありますよ、ラジオのこととか、うん、あのこととか、うん、このこととか、うんうん、結構計画的にやってますよね。え、意外とそうなんですよね。まあ一番にやりしてるのはほら私沼ってるじゃん今、はい、ね、年内日本に来そうなんだよ。ああそうなんですか。そうなんだよ、日本デビューが決まったんだよ。え、じゃあその時にはあのどれが沼かっていうのを発表しないとですね。あ、そうですね、年内に発表しますよ、はいね、今とりあえず TikTok はあの、宮古島のね、はいはいはい、今あのセクシーショットがセクシーかよあれがねいやいや可愛いですよね、うん、で そうね年内せっかくあれだけ沼ってんだってっていうのを映像やったんだから、うんうんうん、誰に沼ってんだっていうのを発表しないとね。回答が何もないですね。ないよね、だって誰も、うん、そして誰なんだよって言わないからさあの候補者の中に誰かいるのかなって思ったまんまになっちゃうじゃないですかあれで投票してもらいましょうか。あ、それもいいですね。やだやだ、やだ、一位本当の全力のやだ1位ですよって、ね、報告してねそうそうそう、喜んでもらう。ちょ、みんな勝手に僕ですよって言いそうじゃん一番自分で、ね、いっぱい投票しそうだそう、それでちょっと少ない情報の中から、はい、それをチケットゲットするならどうしたらいいんだっていうので、まだゲットしてない、右往左往しています。なるほど。え、だって情報が来ないから。え、来る日にちは決まったんですか？わからないのよ。あ、でももう2ヶ月ないんだから。でもわからないのよ不安クラブは生まれて初めて入ってみようかなと思ったけど、ないのよ。ないんだ。ないのよ。じゃあ作ったらどうですか？こ、ま、え、そうなり、なんか今キラッとしちゃったけどありそういうの、すでにありますとかあるでしょう。ないのよね。それでラジオは、うんうんうん、まあちょっと移動させたり、うん、休止させたり、関わったり、はいはい、加わったりとかいろいろあるので、うんうんうん、その微調整を年内して、うんうん、来年スタートでしょ、はい、で、ほら私
英会話勉強してるじゃん、うんうんうん、あれちょっと強化しようかなと思って。もうねほらよく海外行っちゃったら喋れるようになるって言うじゃん、うんうんうん、日本でやってるよね、うんはいはい、あれって結局もうその英語漬けになるから、うん、なんか身につくというか、うんうん、あるじゃない、うん、だからね追い込まなくちゃダメなのよもうこれでもかっていう、まあ、確かに、うん、でちょっと一個ずっと続けてるのはあるんだけど、うん、もう一個本当に毎日やんなきゃいけないなんかのがあって、うん、それがあったからやらざるを得なくてやってたんだけど、うん、まあそんなに毎日じゃなくてもいいってなると途端にそんなに毎日できなくなっちゃうのよね。だけど結構いろいろ見たり聞いたりしてるから、うん、自然に発音が良くなってくるのよね。あーきね聞いてるってそう大事ですよね、うんうん、だからほら海外行くと身につくっていうのは結局そういうことでしょ、うんうんうん、そんなのばっかり聞いてるから、うんうん、ってことはよ増やせばいいわけじゃん、うんうん、これでもかって、うん、きっとそのまた沼の話になるんだけど、うんねまあ、ちょっとだけ言うと沼のあれはさあの英語でもなく韓国語でもなく、はいはいはい、ヨーロッパでもなく、うんうん、見たことないような字が出てくるわけよ、うん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 、で唯一英語に訳されてるものもあるのよ、はいはい、でもあのおしゃべりだから早いのよ、うん、追えない追えない普通だったらあの文法的に読んでいくじゃない、はいはい、英文ね、うん、そんなことしてらんない、うん、もうなんとなくでこう追ってって、うん、単語だけでそう、うんうんうん、だけど沼ってるから、はい、知りたくてしょうがないわけよ、うん、そうするとすごい、はあ、あのできるようになってんのよ。いやそのエネルギー大事ですよ、ねうん、いやすごいこういうとこに生きるんだなと思ってで彼らは英語も喋るから、うん、もしかして私このために始めたのかなっていうなんか勝手につながったのよなるほど。いやそれ大事ですよ本当に。だって母国語 そちらの母国語は絶対、まあ、多少のは覚えたとしてもわ、うんうん、からない、うんね、だったら英語だったら喋れるじゃん、うん、そうですよ英語いいですよね。ねだよ。なんと本当にどれ一つとして無駄なことはないんだなってなんかやりたいなと思ったら急にやりだしたじゃん私、ね、昔から英会話の勉強なんとなくはやってるんだけど、うんうんうん、好きは好きなんだけどね、うん、習得しやしないある程度のところまでしか、うんうん、友達会話ぐらいはなんとなくはできるけど、うんうんそれ以上にはね、うん、流暢ではないし、やっぱり目的がないとちゃんと身についていかない、うん、目的沼だ沼の目的いやそれだって立派な目的ですよ、うん、ね、うん、いいじゃないですか。で今ほら TikTok 私はライトだけどいっぱいそういうの あのやって流してくれてるのいっぱいあるじゃん、うんうん、あの TikTok で、うん英会話のいろんなのをやってくれてる人たちがいっぱいいるじゃん。宣伝じゃなくて、うん、あ宣伝じゃなくて、そうなんですか、うん、海外の人もいるし、うん文法いろいろちょっとやってくれてる人とか。そうなんですか。であれってああいうのってほらなんていうのそれに興味があったりするとそればっかり来るじゃん、うんうん、見てるとねどんどんストックされてる、うんうん、へえ、あいいですね、うんこういう時はこういうふうに言うんだよみたいな。そうそう、さあこの言葉を英語にしてみようとかって言ってやったりとか、あと子供向けのあれだったりとか、うんうんうん、いろいろあるよ、うんうん、だから勉強の仕方っていろいろある、うんうん、確かにそうですよね。とにかく使っとこうと思って、うんうんうん、大事、うん、いいじゃないですか ねほらあるでしょ私計画してるよいろいろ。ああ。まあね、いやそういう、うん、そういう意味で言ったらやっぱ私も英語とフランス語はやってます。あそうフランス語やってるのよ。どうじゅおしゃれさすが。いや一応ね家族にいるんで喋れたらいいかなって言ってること分かったらいいかなと思って。フランス語難しいよね。少しは分かるの？うん、だから全く最初スタートした時はもう全く何も分からず、だけどそれでも一生懸命やってると。だいたい言葉が分かってくる。でしょでしょ。そういうことなのよ ね。そうなんですよ。それ新しい発見楽しい。ね。うん、あと何やろうかな。ちょっとまたダンスやりたいんだけど。あれあのこういうやつ？こういうやつ。例
にかく人生で やってこなかったことを全部やりたいってなると、うん、なかなか無理かな。単語やりたいんだけどね。あ、かっこいい、似合いそう。ね、やりたいんだけど、イカスになっちゃいそうでね。そうなんですか。キュッキュッキュッてやるからガンガンガンって足を踏みつけて、うんうんうん、ね、社交ダンスもやってみたいんだけど、うん、この人無理って人と組みたくないし ね。それ厳しいですよね。沼、ね、る人を探せばいいんじゃないですか。パートナーを見つかるわけないじゃん。そこを肯定しないとダメでしょ。やっぱりいるかもっていう。だって一から習うときはさ、そういうとこはさ、大体あれじゃん。言えないじゃん。言えないじゃん。ほら、なんかそういうさ、大会に出てるかっこいい先生とかを見つけて、ここの先生の教室に行きたいとかって言って行けばいい。でも意外とそういう、ほら、あの、その先生は大会には出るけど、そう、実際教える先生は違う。個人でえ、そういうことじゃないし。なるなるなる。多少ちょっとできてたらさ、上級の人にも習えるかもしれないけどね、うんうん、知らないんだから。それは初級編はこちらでって言われちゃったよ ね。言えないじゃない ね。そうそう、まあそういうことで、まあ、来年またちょっといろんなことやってみたくてね。うん、旅行ももうちょっと細かくいろいろ行っちゃおうかな、ね、日帰り旅行とか、うん、ね、そうですよ。それこそ TikTok いろんなところ、どうしていつも私がやることは全部 TikTok になるのよ。いやいやいや、じゃなくて紹介してるじゃないですか、おしゃれな場所、こんなとこおしゃ、なんかいいところとか、うん、それ一個一個行くっていうのですか。TikTok のためね、うん、TikTok で見たけど TikTok で行ってみた。私はさ、もうさ、あの、旅行ってのんびりとかはできないもう人生になっちゃったの。そう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 。それ確定。ほら、ハートいただきましたよ、今さっき。ね、ね、これも一つそうよね、やりたかったことの一つ、うんうん、生放送と SNS を同時にやるっていうの ね。ちょっと今日ほら、かなちゃんいないからね、うんうんうん、2がいないから、うん、一人でやってみたけど。できましたね、でもね。できたっていうの、これ。できたんだからできたんです。 でも誰も読んでないでしょ、なんか来てたとしたって。いや、ほらほら、またハートありがとうございます。ハートってここしか見てないじゃん。違うよ、コメントが来てた時読んでねって言ったけど、今の今まで忘れてたでしょ。いや、忘れてない、見てますよ。本当コメント来てないでしょ。コメントくださーい。あの、参加しましたはね、いっぱい、なんかいろんな方が参加してくださって、参加した人はね、なんかね、ここ通った人みたいよ、うん、通ったってどういう意味かわかんないんだけど、あ、まあ、通った、だから何やってんだろうって見に来てポーッといなくなるとかですかね。そういうことだと思うんだけどね、うん、だってほら、誰がハートをしたかがわからない。この方どうしてわかるの。だって今ほら、ハートくれましたって書いてあるでしょ。コメント見てないってコメントされてるけど、来てるんじゃない。だってね、コメント係の純子さん、ほら、私じゃないからね、コメント係置いてるんだけど、やっぱりちょっと2がいないとダメだな。2上手よね、ね、意外と。もうさ、皆さんとかって言ってちゃんとここにさ言って ね、今こういう状態ですとかやるんだよね、うん、それのレッスンを受けなきゃダメだ、ね、よし、じゃあちょっと気合い入れてコメント見ますよ、うん、これから、ね、目がね、ちょっとここになっちゃう、こう、あの、端っこに行っちゃうぐらいで。いや、喋るときってやっぱり人の顔見て、ほら、ラジオ喋るじゃない、うん、それで目だけあっち側でしゃべってちょっとさ、難しくない。ね、本当ですね。ほら、この間も話したけど、うん、カメラ下から煽るとさ、10年、ん？違うか、下から煽ると、あ、違いますよ、上から見ると5年前、あ、5年前、10年前、下から煽ると10年後、TikTok のエフェクトは20年前。ね、幸せだったらあれしない。ずっとこんなだったらいいのにねって思うね。でも今日エフェクト一応かけてないんだよね。そうそうそう、これね、バツのところなんですけどね。でもなんかかかってると思うんだけど、これも後で教えてもらおう、うん、そうです ね。はい、はい、じゃあそろそろお時間となりましたので、後半はね、ハハハラジオというね、はい、しげさんとえみちゃんのね、えみちゃん先生ですね、うん、面白い会話から始まって、はい、いいお話が聞きますのでね、はい、ぜひこのままあのラジオカチャッとして聞いていただけると嬉しいです。ではライブもおしまいします。中村茂之のハハハハラジオ。
さあ本日も始めていきましょう。中村茂之と幸福をデザインする在宅訪問士か隅田恵美が なんでいつもそのニヤニヤすんだそれただ自己紹介なんだからさ隅田恵美がお送りする中村茂之の母ハラジオ始まりました。お願いします。今日はね25日、パチ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 、ありがたいね、うん、お願いしてもいないのに拍手をしていただける期待を感じるね。そうですよさっきのラジオの前に紹介もしてくださって、ね、しげちゃんとえみちゃん、うん、トイレ入ってたから ねトイレよく聞こえるんだよね。ドキドキしながらトイレだったわよあ、名前呼ばれてるんだ、呼ばれてる、どうしよう、名前トイレだわ私みたいな今日は曇りですけど、うん、なんかだんだん過ごしやすい日々になってきましたね。ね、本当ですよね。なのに半袖、そうそう今日これでこれまで長袖だったじゃんそうなの、あれ暖かいのよ意外になんで今日 だんだん寒くなってきてね、急に半袖になっちゃって、まあ、こういう時もあっていいかなと、まあいろいろ持ってんだぞというところも見せないとねそうだけど今ラジオの人見えるかな、YouTube の人は見てるからあ、そっか、ね、ラジオの人には分かんないけど、うん、今日はピンクのあのスクラブ、なんていうの、スクラブっていうの、スクラブっていうの、うん、先生の衣装ね。そう ね医療者のね、あの胸元にはちゃんと名前も入ってて、そうそう、ロゴが入ってるっていうね、友達が入れてくれたの ね、お祝いで、かっこいいよね、うんうん、また YouTube でもしよかったら見てください。あといろんな色あるんですかそれは。うんとね、オレンジとオレンジに似た色があります。うん、あオレンジに似た色が色がくすんでしまったとかそんな感じの色が、はい、もう一個あります。経年劣化ってやつですよね。いやいやいや、ちゃんとしてますよさあ、今週、明日ね、何、今週末結構イベントがたくさんあるじゃないですか。何があるの。明日はさ、うん、日本では日本シリーズが始まります。野球ね、出た野球ね。アメリカではワールドシリーズが始まります、うん、どうなったのあれ、うん、ご存知ない方のために今からしげさんが、ね、まとめて西と東の対決になりましてですね、43年ぶりにワールドシリーズで、ロサンゼルスドジャースとニューヨークヤンキースが行ったのがワールドシリーズで戦うことになりました。そしたら大谷さんと誰、ヤンキーズは誰、アーロン・ジャッジっていうね、うん、大谷さんよりもホームランを打っている、へえ、アメリカンリーグのホームラン王とナショナルリーグのホームラン王が直接戦うのは60何年ぶりなんですって。へえ、じゃあアメリカ人も大喜び、大喜びですって聞いた話ではないんだけど、おそらく喜んでるんだろうなと思うわけですよ。すごいすごい。そうですよ、うん、だからこれで、7戦、最大7戦やって4勝先にした方がワールドチャンピオンと。あれ3勝3勝になったらなんか特別ルールとかあるの。ないよ。あ、じゃあ先、うん、もう次は4、そう、3勝3勝になったらもう最後はもう勝った負けただけの話で、うん、9回まで同じ得点とかだったらなんか、あ、もうないね、そういうんじゃない、今回はもうガチンコなんです、ずっと、うん、そうなんだ、うんうんうん、なんか最近ほら時短とかでなんか途中から塁に出してとか、ワンアウト一塁二塁から始めますみたいなね。そうじゃないんだ。そんなつまんないよね、やっぱりガチでやった方が、時間はかかるけどそれはちょっとガチでやった方がいいなと思って、楽しみに、明日からですからね。ドラマがありそうですね。そうなんですよ。それから日曜日は選挙です。あ、やっと選挙が来た。ええ衆議院選挙です。いっぱい走ってる、選挙カーが走ってるね。あの隅田恵美歯科医院の区はさ、うん、若い人たちばっかりなのね。あ、15区ね、あ、東京15区っていうの、うん、東京15区はいろいろね、うん、前回からいろいろあったけど、うん、なんか看板っていうかポスター貼ってあるじゃない。テレビでもコメンテーターとか有名な方とか、うんうん、あ、そうです、さっきいた、うん、さっき喋ってました、豊洲で、豊洲にいたね、いたいた。あとはまあ格闘家の方だったりとか、うん、もいたりとかね、うん、素敵な方、よく自転車でね、あ、回ってる、いろいろやってるから、あーって車から、この間テレビでもちょっと取り上げられていたけど、うんうんうん、なんか若い人たちばっかり、その人格闘家だけが一番年上なんだってね、うん、あ、一番年上なんだ、そうなんだって。あとこの間選挙で語れた人とかもあるし、まあ、そういった意味じゃ若い人たちの力が、そう、圧倒的、いずれにしても若いんだから、誰が言ってもね、うん、若いんだ、それは大事なこと、大事なことだと思う、ですよね、きっと。だって未来、うん、未来があるんだもん、うん、さ、うんうん、ね、中国はまだそういう意味ではあんまりしがらみがない、わかんないけど、いや、なさそうに見えるけど、うん、ね、だけど、うん、やっぱり若い人がいっぱい出てくる方がさ、うん、ありがたいですよね、いろいろ。なんかこう一般論、うん、俺の一般論だけど、うん、もう年寄りばっかり入れていてもね、うんうん、アドバイザーでいてくれればいいけどさ、なんか出張ってこられてもさ、うん、時代が違うよっての話もあるんだよ。
俺は別にあの嫌われたっていいからさそれなん黙る黙るしさいや私さあの自分のほら患者様とかがもうすごく年齢が高い方がで仕事内容がもう尊敬と尊厳といや尊敬はしてるよ、うん、尊厳もしてるけど出張ってくんなって話だよ、まあ、出張ってくんなそうだよ出張れる状況ではもうないけどねだからそうですよ最大限に感謝と、うん、だって尊厳明日明後日のことだったらじいさんばあさんに聞いた方がいいのかもしれないけど未来の話は俺たちが決めていかなきゃしょうがないしもっと若い人たちが決めていかなきゃしょうがないんだから、ね、私たち含めもっと下の世代、ね、そうでしょだからまあ俺は言い方が悪かったかもしれないけどさすっごい難しいよねこういうところで話すってね、まあ、かいつまんで言えばもう若い人たちに頑張っていただきたいとそりゃそうだいうことで収めないといやもうどんどん興味というかねその、うん文句言ってもねそうそう何をしてもじゃなくて自分たちが行動そう若い人たちが、うん、あの政治をしてくれると、うん、その今政治に興味ないですもんって街頭インタビューとかしてるの聞いてるとさ、うんうんうん、なんかあんまり興味を持てないんですよねっていう風な意見が多いね若い人たちが、うん、でも中にはちゃんと、うん、あの今日なんか見ててもコロナの頃からなんか自分の行く末とかそういうことを気にし始めて選挙に行くようにしましたっていう人もいたけどだけど圧倒的にやっぱり少ないんですってその若い人たちが選挙に誰がやってもとかいう諦めみたいなところそれは俺も若い頃あったからその気持ちもわからんでもないけど本当に政治って何なのかなっていうのはさ外国と違って直接我々の声がそこに反映されるわけじゃないじゃない、うん、誰かを選んでその人直接選挙いろいろそうそう、うん、まあどうなんだろう、ね、レベルによる選挙にもよるのかな国会議員とかそうなのよそうなのよそれがあの自分が選んだ人がしっかりとあのやってくれてるっていうことが分かると、うん、あ自分の一票ってやっぱ大事なんだなってことが分かってくると思うんだけどだって入れたってさ行かなくたってさどうせ決まってるんでしょみたいなさそんな感覚もある人はあるんだよなるほどこれってねもうちょっと一番的な利害関係なのか、うん、自分の未来という考え方なのかとかいうところはあるかもねそうだから今現実に起き損得だけだったら自分の現実に起きてるさ調整係になっちゃってるけど政治不具合とかさ、うん、なんか不便だなと思うことが直接政治とつながってるっていうさ、うん、という感覚って、ま、持てないと思うんだよ自分で今不便だと思ってもそれが当然だとか、うんうん、例えば俺この間マイナンバーカードとさ保険証どう、ま、マイナ保険いろいろ問題を一応ね、うん、紐付けしてきたんですよ、うんうん、区役所行って、うんうん、だってやがてそうなるでしょって思うから、うん、時代としてはねそう、うん、でやっといて俺別になんかそれ悪用されることもきっとないと思うしって思っちゃうんだけどさなんかあるかしら保険証の問題保険証の問題結構いろ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 あるの、うん、問題で俺はただほら被保険者という立場で、うん、別にその紙の保険証でもこれがマイナンバーが保険証でもマイナンバー持ちながらもなんとか証でしたっけ、うん、紙もあるんですよねあるあるなんていうの残るんだっけ、うん、なんだっけで12月2日以降が、うん、もう発行はされなくなるんだ証明書だけになるんだそうそれで、うん、自分の今持っている保険証の期限まではその紙の保険証も使えますよというような説明を、つい最近受けてきたところでして高齢者いけない人たちばかりだから、ね、そうなんだよねだからその辺どうするのかなっていうだから、まあ、マイナンバーをもらってそこで私たちが持って行ってピッてやるとかそういうことにはなるかと思うけど、うんうん、だってそのうち免許証もそういうふうにするって言ってるでしょだから、まあ、するならするでちゃんとしてくれればいいんだけど、うん、なんかさ、その辺が信用できないんだよねだからちゃんとできる人を、その大臣にするとかさだから若い人が必要なんだよそうだねこれ全体だからおじさんおばさんがさこの縦割りどうするのかな、うん、このおじさんおばさんがさ、うん、IT に優れていますだって若い子にはかなわんぜうんこりゃだって生まれた時からあるんだからうん IT がうん我々がさ途中から、うん、IT にちょっと携わってさ、うん、自慢げにこうやったところでさナチュラルだから、ね、ネイティブだから彼らはネイティブ世代そうですよね、うん、すごい
過渡期でその反対勢力がいろいろだからこう未来の不安から来る人たちと、うん、まあどう言ったらいいんでしょう、仕組みの不備を問題視する人たちとかがごっちゃになってるかも。だから保守派とさ、保守派もいるでしょ、うん、どういう温故知新だとか言っちゃってさそうね、うん、ただまあ方向性としては多分ね、全体が情報をか、うん、かまあ便利にしていく、管理しやすくしていくっていうところで、うん、全国民がまあできるだけの無駄を省く方向でってしないと、うん、永遠にお金が、そうなんだよ、とかその辺の管理の官庁とかもばらけてね、だからそういうのをちゃんとしてくれる政治家っていうのが必要で、ね、社会保険料の話とかを、うん、いろんな税金も含めていろんなところが徴収してとか、そうそう仕組みの問題大きいから、そうそう無駄になってしまう。だからせっかく総理大臣も変わったんだからさ、そういう問題意識がもう自分たちの税金どこで取られ、どういうふうになっているかなんて、うん、私も知らないし、そうだよね、そう思い始めると、まあ、まあ真剣に誰を選ぼうかって、うん、思うよ、流れにはなるかも。それがつながっていくってことなんだけど、うんうん、それと政治ってつながってるって思えないんですよ若い人って。結構税金 ねそうなんだよ、うん、それが実感、自分で働き始めるともう実感して初めて政治とつながってるって分かるんだけど、うん、若い子にそれをね言ったところでさ、あの結局例えば親元にいる人たちはなかなかそんなところにたどり着かないし、うん、18歳から選挙権があるって言ったってさ、あのそうね、若い人が自分にそれだけの力があるんだって自己肯定感を持ってね進んでほしいですよね自分たちが。だからさ、今あのちょっと話ずれるけど、うん、強盗とかいろいろ起きてることだってさ、もっと早く法整備みたいなのもきちんと IT に関して、そうですよね、この気軽な感じでアプローチできるんでしょう、うん、そうで秘匿性の高い、アプリでやり取りするからすぐ証拠が消えちゃうとか、それもすでにおかしいと思わないといけない、そういうのをきちんと、もう何回も起きてることなんだから、さっとこうシステムがガンとすぐにできるようなさ、なんか IT なんとか大臣とか言ってねえでさっとやってくれよと、こうなんて権利との問題とかもあるのかな、そういうのに知らず知らずに巻き込まれるっていうのもね、かわいそうだよ、使われてるの大体若いやつらに握られちゃってね、そのっていう、なんか、うん、なんか避けられることだったんだけど、いやいやこんなのさ、警察がさ3県合同で合同捜査本部とか作って今やってるけど、もっともっと早くその前にやってたルフィとかあの辺の時から成長していかなきゃいけないところなんだけど、また同じことやってんなって思っちゃったりするんですね、これはね。だからまあそれも含めてこの選挙で自分の考えを、そうですね、どこまで盛り上がるんだろう今回ね、盛り上がってほしいんだよ選挙一回、何を想定、ちょっとね興味深いですよね。だから江東区はすごく買うな、なんかすごくこう、うんね、それだけでね全然違うんだから、うん、話題としてここの15区は若い子ばっかりで、うん、若い人たちばっかり出てる、いろいろ前回前々回でしたけど、うん、もういろいろ話題が大きかった、若い人たちだけだったら誰がいいかなって思って、でここがどういう人を選んだのかっていうのがまた未来の一つの縮図になるかもね、うん、そうか、私が選んだ人が受かんなかったけどから私はちょっと考え方が違うのかしらってことも思ったりとかするのも一つだし、うん、ほらね私と同じ考えだっていうふうに思うのも一つだし、不動票とのその辺のところの力が前回の都知事選から少しどういう経路になってくるのかっていうのがね、ちょっとまあ、日曜日ですから投開票は、そうですね、来てたな、うん、封筒来てたな、来てたでしょ、来てた来てた来てるんだよ、来てたちゃんと見てね、見てるそうね、うんうん、そういう意味では縦看板も重要なのかな、あそうよ、えみちゃん先生みたいにさ、テレビは見ない、訪問診療してる、ね、車にラジオはついてないついてないこの間橋本さん怒ってたからねなんで、車にラジオつけてくださいっつって、やだよ意味ないじゃんこのラジオを聞きたいんですって、あそういうことか、そういうことですって、移動してる時に、うん、えみちゃん先生が出てるラジオが、うん、だいたい私たち移動してんのよっていう、うんうん、墨田恵美歯科医院の別の先生がね、うんうん、この人たち全然聞かないのよって恵美ちゃんが俺に訴えかけるわけいやいやみんな働いてんだから、それは聞ける時と聞けない時あると思うけど、だいたい移動してたらラジオってね、うん、
車だったら普通聞けるもん、車にラジオがついてないんだって。だから先生すでにその段階でなんかちょっと時代遅れで、あるやんこれ、あるやんアプリ、ね、スマホあるやん、みんなに渡してるやん。でもそんなこといじってる暇ないで、ずっとついてりゃいいんだから 88.5 がよ若い人に88.5 か、そうだ、そこに合わせておきゃいいんだから。なんかやってるよ、常になんかやってるよね。だからつけてあげてね、うん、そしたらこの曲も聴けますんで、愛の消えた街、尾崎豊。尾崎豊で愛の消えた街聴いてもらいました。まあ選挙の話はさておいてですよ、うん、でこの間の話の続きなんだけどさ、歯の話ね、うん、専門的に、うんうん、あのこの間うちの母もお邪魔して治療していただきましたけど、ずいぶん良くなってたよ、ね、うん、でそれであのそのなんだ、歯間というか、うん、歯の歯の間間ね、歯の間とか、あ、歯の歯の間ね、うん、歯間、うん、とか、あのその歯肉、歯肉っていうか、うん、歯と歯茎の間と歯と歯の間ね、うんうんうん、そこのマッサージをっていうようなことをちょっと言われてたんで、うん、その歯周炎、歯周病、歯周病、歯周炎、歯槽膿漏、歯肉炎、一緒、あ、一緒なの、バイ菌としては基本一緒、そういうことなんだね、歯槽膿漏と歯周炎、歯周病、一緒、そうなんだ、膿漏だと膿が出てくるっていうこと、あー、そういうことか、うん、そういうことか、うんうん、まあ、漢字に書けば分かるよね、そうそう、歯茎から膿が出る、うんうんうん、本当に膿が出るよ、ピッてやったら白いのがギューンって、あ、そう、そう、まあ、そう、ポケットで歯茎と歯の境に、うん、こうなんていうのかな、短針っていうんですけど、ポケット短針っていう、はい、うん、細いなんて管みたいな入れるのね、うんうん、だいたい健康な人って2ミリとか、ああ、しげさんとか2ミリしか、プンプンってし、ああ、うん、健康だから跳ね返されちゃうわけ、ピンって2ミリぐらい、ああ、はいはい、でもそ の海が出る人なんかブツ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 って10ミリ、あ、そうなの、うん、私もさ6年生あの学生の時にポケット、うん、ポケット審査って言うんです、歯周ポケット審査っていうのは必ず歯周炎の人にはやるんです、歯肉炎の人に、うんうん、それでこう2ミリ3ミリ当たり前と思ってたら、その病気の人は歯茎ブスブスブスって入っていて、うん、おー、こんなに入るとか思うけど、今そんな人ばかり、そうそれってさ、なんでなるの、ああ、あのね、うん、そう、あのバイ菌ってさ、バイ菌、まあ原因はバイ菌、前も言ったように力とかいろいろ言ったんですけど、うんうん、はい、まあ、もうちょっとちょっと正確な言い方をすると、まあ、細菌ね、あの細菌っていうのは小さい菌でしょ、小さい菌、近頃の話じゃない、そうそうそう、最近の話をするとね、最近ね、この丸っこいやついるじゃないですか、うん、あとウニュ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 したやつとか、うんうんうん、結局ね、こう人間と一緒に彼らは住みかを探してるから、ああ、うん、歯の上に住みたいの、 この歯のところに、そこが好きなの、好きなの、うん、で、あの人間に口の中にはたくさんの細菌が常在菌としているのね、はい、よく言われますね、うん、で私たちにとっては外敵がぐんと入ってくるとかを、うん、さ、あの守ってくれる口って入り口じゃないですか、はいはい、うん、だからそこの常在菌と一緒にいることは、その外から入ってくるバイ菌を守ってくれるという意味は、そういう意味ではいい菌で、うん、いわゆる私たち視線から言ったら善玉菌なわけですよ、なるほど、うん、はい、だけどそこに一緒に住んでる菌も中で、うん、一部は、うん、歯を支える組織、うん、だから歯を支える歯根膜っていうのもあれば、歯茎もあれば骨があるのね、はい、それを壊してしまう細菌も一緒に住み着いていて、それを我々にとって悪だから悪玉菌、うん、それが歯槽膿漏菌と言われるものが多く、そういうふうな歯の周りの歯を支える組織を壊していく菌になるのね、はい、となってくると口の中をなぜ歯ブラシしてとかきれいにしてっていうと、うん、私たちを守ってくれる善玉菌をで守りましょうっていうこと、腸内細菌もそうでしょ、うん、悪玉菌より善玉菌を増やしましょうと、我々にとって菌にとってはいいも悪いもないんですけど、うん、私たちに害を与えるのを、まあ、悪玉菌と呼んでいて、うん、共生していくんですね、私たちは細菌とともに、おいおい、うん、命はともに共生、その中の一つで、そのさ、例えばあの歯周病、うん、というものになってしまったらもう治らないの、うん、壊されたものは治らないの、基本的には治らない、壊されてしまうと治らない、うん、ただしその状態であの治って、うんうん、治癒してそれを維持することはできる、
意味わかる？それ以上悪くならないようにはできるということ？できるできる、うん、あの歯を支える骨っていう作り変えられるけど、はい、骨ごと失っていくのね。歯が溶かされて、あの歯を支える組織が溶かされていくと、うん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 、それを増やすっていうのは、うん、少し今は難しい。難しいんだ、うん、できなくはないけど、うんうん、人工骨入れて骨の増強因子入れてって言ってできなくはないけど、普通にあの状態だと失ったものはそれで終わり、うん、しかしながらその状態で維持はできる。なるほど、うん、つまりはあのならないのが一番いいわけだよね。そう、ま、うん、進行を遅くして、うん、歯茎のそのばい菌によるダメージは最小限にするのがいい。だからそのばい菌ができたら口の中には 最初ほとんどいない状態にした方がいいので、うん、多分歯ブラシの仕方とか歯間ブラシの仕方って歯医者さんに行って教わるのは、そもそもばい菌を取り除くっていう意味、うん、あと歯周ポケットの中、今日は咳があるからお掃除しましょうねっていうのもそういうこと、うんうんうん、そもそものばい菌を減らしていい菌だけであの済ませて、なるほど、うん、っていう意味。いいやつばっかり集めてね。そうね、そドジャースみたいにね。そうそう、私たちにとって、うん、そうそうそう、まあそういうこと。でも、うん、いいか悪いかはその時その時よね。そうかそうか、うんうん、その役割ってあるから、うん、その、まあ、歯周病菌っていうのは増やさないようにしないといけない。 それは虫歯菌も同様。この間あのうちの母もあのえみちゃん先生のところの橋本さんに、うん、あの、うん、教わったけど、その、うんうん、あの歯茎の、うん、歯の歯磨きよりもその歯間というか、うん、その歯茎に近いところのその糸は、うん、そのいわゆる歯槽膿漏菌が歯と歯の間、歯と歯茎の間から侵入するから、ポケットのところをポケットの中にどんどん入り込んで自分たちのいい環境を作り出すの。いい環境っていうのは、うん、酸素のない環境が好きなの彼は。なので城壁を作ってですね、菌同士で、うん、でその他をブロックし始めてどんどん中に進行していくわけ。そして血管内にも進行して入ってくると、うん、体の中の血管にばい菌が入り込む、うん、それはいろんなとこに行って悪さをするっていうので、その歯周病菌は決してここだけの局所のとこじゃないよっていうのが多分すごいトレンドになっていると思う。そうか、うん、なんか近頃そういうの結構聞くけど、認知症とかね、心筋とか、うん、そうね、うん、でうちの母もこの間教わってさ、うん、鏡、手鏡に持たされてさでこうやってやるんですよなんて、うん、あの歯間ブラシちっちゃい細いやつ持たされてさこうやってやるんですよなんて、はぁ、はぁはだ、はぁ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 なんか喋ってんのかちょっとわかんない。鏡越しで見るからさどこに狙っていいのかもはやわからない。逆なのよね。傷、もう血だらけみたいな、うん、本当に。そうで、うん、お母さんのサイズだったら M サイズぐらいがいいですからって橋本さんがお母さんに言ってるんですよ、うんうん、そうだですね。そもそもわからない。あのままラジオで放送したいぐらいでした聞いてる人何にもわからないようなね。本当ね、面白い。そうだ、うん、治療に行ったらコントかみたいな、もう入れ歯を上下逆にするのは当たり前、前後左右逆にするのは当たり前、うん、で早めに違いますよって言ったら止めちゃうじゃないですか、うん、しばらく入れて違うよって言うと、うん、やっぱお笑いに向いてんだよね。一回やらしてからすごい面白い、すごい明るくなる。やらしてから違うって言って、違うだろみたいな、違う、リアルみたいな、リアルツッコミみたいな、すっごい楽しくなるんですよ、うん、なるほどね、うん、そうやって楽しんでやってるわけですね、うんうんうん、そうそうな、うん、そうそう、まあ、だからでも私たち あのこのぐらいの年代の、うん、60手前ぐらいのさ、うん、年代で注意しなきゃいけないことって何かありますかね、うんうん、そうそう、さっき言ったように原因としたらばい菌だし、うんうん、その噛み合わせの力とかも言うけど、うんうん、それはこのオフェンスディフェンス、うんうん、あの野球で言うとさ、うんうん、あの守備と、うんうん、それか攻撃、うん、ね、バイ菌の攻撃があるとしたら今度守備側って私たちの体だから、うんうんうん、いわゆる守りですよね、うん、それになってくると免疫っていう自分たちのバイ菌外からのストレスに対する力っていうのが重要になってくるから、うん、ね、しげさんやってるじゃん、運動、運動、食事、しげさんが全部やってることだよ、ね、で、うん、あと睡眠、本当に健康、お酒を飲む夜まで働く働く、うん、ダメじゃないか結局ダメな方向に向かってんじゃないかそうそうそう、仕事をガンガンに入れる、そうだね、うん、要は規則正しい
日々送れば、いわゆる他の健康 の、ね、あのやるべきことと全く同じこと、はい、ましては口の中はとっても体 の、 あ の、 なんていうの表面を ね、 あのね一番見やすくてね、うん、あのセンサーというかその体調を一番分かりやすい鏡みたいなところだから、そうかそうだ、ね、朝見てあれ歯茎がしたら見えたもんね、そうそうそう、したら俺ちょっと寝不足そこかなとかいうふうなセンサーになると思うよ。わかりました、うん、まあじゃあ今日寝る前もにってやってみますよ。そうそうそう、明日の朝もにってやってみますから、ね、うん、そうそう、あのなるべく健康でいれるようにいっぱい食べていっぱい寝て、うん、いっぱい運動して、うん、いっぱい働いて、うん、幸せになって、はい、うん、いきましょう。そうしましょう、はい、今週もありがとうございました。さようなら、バイバイ。